お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライドを極める企画11日目やっていきたいと思います。でね、今なんとトロフィーね400ぐらい沼りました。でちょっとね、目標ね立ててなかったなと思いまして、その30日やるんですけど、30日後にはこうどうなるのがこうクリアなのかというか、目標達成になるのかっていうのをちょっとできてなかったので、目標計画がそこをちょっとね2つ、考えました。で1つ目がまず8000いきましょうっていうね目標ですね。まあ、今シーズンあと10日ぐらいありまして、そう多分ね上がもう87ぐらい出んのかな、今79で多分8786ぐらいは結構出ると思うので、8000はさすがに行きたいねっていう目標。でもそれだと今11日目であと10日とかなので、まあ20日ぐらいの時点でね、まあ達成できますよと。そしたらじゃあ残りの10日間30日まで何するのって言ったら、まあシーズンもねリセットされますけど、まあ序盤にはなりますが世界一行きたいねというわけで、まあそれが2つ目の目標って感じかな。なんで8000到達と、世界一到達、それをまあ10日10日でねできたらいいかなと思ってます。そんなわけでねやっていきたいと思うんですが、今日のプチテーマですね、バルキリーホグめちゃくちゃやろうかなと思います。これ前にもやったんですけど、やっぱ上手いホグ使いの人はねホグ単体あるんですけど、なんかやっぱバルキリーホグっていうこの積極な攻めをねめちゃくちゃしてましたので、ちょっとそれをねもっともっと練習していきたいなと思います。まあネタ切れみたいなもんですね。はい、いきます。レッツゴー。これ勝てば、まあ、まず7000に戻ります。いやマジ74から今急降下なうです。ほんと鬼負けてる。いやマジでね、いやそんなデッキ見たことないやんけみたいな。いや今の時代、おいエレジャイエレジャイ知ってるって、エレジャイ来たら終わるぞみたいなデッキもねよくいてね、ちょっと苦しいですよね。さあメガナイト、まあ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 、まあ、メガナイトはね勝ちたいよね。俺がメガナイト使ってたらねホグ勝ちたいよねっていう感じなんですけどちょっとマスケを溶かしちゃって、これキングダム狙えると思うんだよな俺。一回こっちにやってからの無理でしたね。まあ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 、最低メガナイトマスケコウモリ、これあれかな、あでもドリルか、めっちゃ昔の、あ普通にプリンスか、じゃメガナイトプリンスのゴブドリかな、ウォールブレイカー、あーそうですね、よいしょ危ねえ。で、あとプリンスがいてって感じだと思いますので、ね、スペルがね、ヤナメサップとかだったと思うんですよね。わ、すげえおしゃれな。おしゃれすぎんっていう。俺がなんか使ったのかな、スケとかを。いや、でも俺の今の、めっちゃ良くない？いや、ほんとミリ上手くなってんすよ。マジミリ上手くなってんだけど、勝てねえ。このね、なんか細かい部分がまた難しいですよね。スケルトン部隊でしたね。俺の知ってデッキじゃねえな。プリンスじゃなくてスケアミ、あ、プリンスいたな。じゃあ、ヤナアメがねえな。ヤナアメの枠がスケルトン部隊になってますね、多分。ってことは、ロケット OC 無限増殖会、行きたいと思います。でも、ザップだけのね、メガナイトウォールブレイカーだ。まあ、ドリルの事故は気をつけてね、これバルキリーから行こうかな。で、ロケット OC 最強。まあ、スケルトン部隊いるから、マジファイボとかもないと思うんだよな。あったら知らんってね。コウモリの受けとかマジねえからさ、俺。もうホグでね。ホグで受けるしかない。お、やばい。なんかいろいろ、いろいろ多い、いろいろ多い。いや、いろいろ多いけど、結局はね、これやっぱロケット最強だよねって。で、バルキリーロケモンの方に相手ユニット出すでしょ？いやー、コウモリか。いや、でもいいよ。うちのロケモン働く。これ、キングドン狙う？いや、テスラ高かったな。もう一個したらよかったな。いや、キング起動する前に、テスラが強すぎてね、メガナイト倒しちゃうっていう。オッケーオッケー。いや、無双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 。で、クエック削りしてもいい気がすんな。いや、ダメ。俺、クエック削りしようとした瞬間、よく負ける。学んで。反省しろ、俺。やばい、ちょっと待って、ちょっとだけやばい。これ、陸受けカバーのホグ。ドリル来ると思って、これね、出したんですよ、あの子。バルキリー。来なかったっすね。これ、クエックって2周なんですけど、回ると思う。いや、回ん。一回落ち着け。一回落ち着いていこう。こうマスケに殴られるからな、ちょっと遠目に来たらね、殴れないでしょっていうアピール。裏でしょ、絶対。もう読んでいく。おい、おい、いや、いいね。で、ウッド削りが、さっきからね、成功している。最後にね、弱みウッドを決めたいものでございます。
オッケー。まあ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 。無事7000。まあ一旦7000ね。ギリ戻ってきました。あと400ぶち上げないといけないし、もっともっと上に上がんないといけないんでね。よろしく。で、バラキリホグはね、結構高回転対決というか、流行りのゴブトリ高回転デッキにはめっちゃ重要ですね。それ以外の時は、まあ、その状況見ながらだと思うんですけど、やっぱバルキリーが竹取ってる間にホグがぶっ刺さるよねっていう。タルババはメガゴ、タルババメガゴ、タルババメガゴってなんだ、トルニャンの、ロイか。さあロイちゃんです。ロイちゃん、ここはまあテスラ置いてね、テスラ置いてロケット押し出して、まあ遅れてバルキリーか、まあアイスピカーとかでいいんじゃないですか。うわマジか、痛いけど、相手結構攻めてんですよ、これ。だからカウンターで4個ソグ行きたいんだよ、俺は。行かして。よしよし、行っていいと思うな、これは。まあ、どうせトリトンとかで守られるかもしんないけど、1発ぐらい入るでしょ。2発 ?2 発、いや、でけえ。この俺は無視でいい気がする。オッケー。で、正直このメガゴも無視でいいんだよな。無視しますね。というのも、スケで守れるけど別に、これ一発受けても、ただ2600と3200なんですよ。僕は10プランだから、同じくらい削れ、ただ11残って勝てばいいだけですからね。さあ、テスラ置く。ふーし。マザネクとね、ロイの間を開けてくると厄介なんですよね。バルキリー当てにくいから。さあ、テスラ。ナイス。トリドン使ったな。まあ、檻があるか。これヤバみ？もしかして。これもしかしてヤバいんじゃないですか、僕今。ファイボ飛んでくんねえかな。ファイボ欲しかったな。オッケー、ファイボ飛んできてくれたら、いいんすよ。そのダメージ受けるんですけど、ロイが来ないというか、来ても、ファイボ使ってるんで、ロイの攻撃があんまいない。さあ、バルキリで、これはロイに合わせていったエスプ削り。ホグはね、檻もトリトンもあるからな、タイミングややむずですよね。さあ、クエ削り。いや、待って、ミスターテスラ。おーおー、釣れるんかい。いや、いい。ならいいや。これなんかトリトン来そうだよな。いや、マジか。いや。ああ、変わるんか。オッケーオッケー。いやいや、なんかいろいろびっくり。いろいろなんか。あぶら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 、ぎこちねえ、ぎこちねえ、ぎこちねえ。ずっと使ってきたのに。ずっと使ってきて、急にぎこちないの、俺。さあ、これ、沖縄にファイブ取れるのは、しょうがないと思うんだよな、俺の中で。でも、2周目はその代わりにね、生かしていきたい的なね。いやー、2です。テスラ置く。アイスピがね、そっちにね、凍らしちゃうと良くないよね。痛いね、痛いよ。頑張れ、舞台なんな、なんな。よしよしよし。いやー、全然ある全然ある全然ある。クエク打って焦るな、焦んなきゃ。これ多分余裕でいけますよ。ダメージ今だってトントンやで、クエク1回分で。ここで1回またユニットなんですよね。合わせてホグ行ってもいい気がするな、これは。マザニクにも当てる。オッケーオッケー。いや、いい。で、アイスピでコーラス。これ大事。さあ、テスラが結構残る。いや、ロケオク逆だったな、どっからどう考えても。いや、いいか。逆サイ結構無視できそう。延命してあげて。ナイス。これ逆無視できるよな。オッケーオッケー。逆。程よく無視してあげて。程よくね。ほんと、程よくやで。あんま無視すると。いや、このロケはいらんかったな。いや、もったいない、これ。クエイク、削る。いや、全然ある、全然ある。まずテスラ置く。あえてこれ、形組んでくる。落ち着いて。ロケ砲。アイスピで凍らしながら、ウッドでノックバックしながら。よしよし。で、これ、トリトンが引っ張る。ホグ。ロケ砲。オッケー、オッケー、次のクイックやな、クイック回せ、クイック回せ、クイック回せ。ホグ一発たまたま殴れ、事故れ。おい、
よく勝った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 。いやーこれ怖いね、マジで怖いけど、よく勝ち切った、守った、よく耐えた。いや今のはね、もう沼をね脱出できる試合ですよ。沼ってる時絶対負けるからね、もう全部舞台になってる。よし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 、頑張れ俺、よろしく。丁寧にいけ、思い出せ、やったことをね、いろいろやってきましたからね。ね、クエイクウッドの削りだったり、ロケット押しの延命だったり、もうやることやってきましたから、しっかりね、こうテスラを回して、アイスピもいけれたらよかったか、あれ。ふんふんふん。我慢ですね。我慢。ラバルだ。環境のラバルだ。よしよしよし。いいよ。そっちじゃねえな、君。絶対そっちじゃねえんだよな、俺が攻撃してほしいの。いいよ、いいよ、いいよ。いや、いいよ、いいよ。相手もあんまコスト使ってないけど、俺もそんなコスト使ってないから。さあ、やらめ使った。いや、いいよ、いいよ。頑張るよ。頑張れるよ、俺。インドラの事故気をつけて。今、ロケ砲最強なんだけどな。ロケ砲最強。テスラも置いていい気がするな。テスラ置いて、あ、待って、低すぎたけど、まあいいか別に。ハシマインドだけ一応延命したいね。で、逆サイバルームも一応来るかもしれない。そう。リアナを巻き込まれないように延命したい。延命したい。延命したい。ロケホ頑張れ、マジで。一発なり許そう。あー、ロケホっち行くなよ。何やってんだよ。いや、でもいい。このミリ。ナイス。いや、マジである。で、インドラか。あー、いい。はい、インドラだ。いやー、いい。やなめだ。ですが、テスラ置いて、ロケット押し無双流れは続いてるよ。よしよし。次のこのバラキ力絶対止まんないから。で、ここで、ホグまで行く必要ねえな。こっちでいいの俺。多分、左も削っとかないと、一本折られた時よりね。で、スケだけ今日、オッケーオッケー来るよね。うん。やなめ、やなめ来るか。一応この辺にちょっと並んで、並ぶだけ並んで。並んだらワンチャン守れるとかある。うわ、守れないけど、オッケーオッケー、守れないけど、キングおられるな。インドラの事故だけやめろ。インドラの事故だけ気をつけて。よし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 、いいよ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 。ロケはなんでそっち行ったん、もうバカか。インドラ来るかな。インドラちょっと邪魔だね、あれ。バレキの方行けば絶対一発入るからな、これ。オッケーオッケー、来たか、これ。来たよ。頼む頼む頼む。よし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 。よくやった。よくやった。よしよしよし。このラバルね、前なんか一回生放送で勝てて、2回目ぐらいかな。よし、勝てたのでかいね。やっぱね、やなめきついですよね。もうぶっちゃけこう、ロケット押しに対空全任せみたいなとこあるんだよね。さあ、アイスピ削って。いやいや、マジで。俺の沼が、ちょっとだけ治る。ほんのちょっとでも治るだけででかい。いや、なんか手札が暇だな。プリン、コカッちゃん？バルキリあるしね。コカッちゃんですね。待って、テスラでよかったなんかバルキリー持ってたから、まあいいか。いやー、2発入るんだな、君強いよ。インフェかな。うわっ、ゴムリ、あ、鬼コカツか。なんだ、いや鬼コカツっぽいよな。ヤナメだけはマジやめて。ヤナメ来たら俺負け、これヤナメ来たら何もできん。あ、逆にロケット押し、生きて生きてほしいな。すぐ死ぬやん。ギャングスキャーミガゴブレナイトプリンでしたね。ホグいて、ホグ超ホグコカツ。ゴブリンバレル入ってねえのかな。俺入ってる気がするんだよな。うい、ハシマイプリン当てていく。あー、でもこれ使いたくねえけど、
多分ね、ゴブリンバレルありそうっすね、これ。なんか絶対来る気がするわ、今。来たらクエイクで守ろうもん。来ねえのかな？ないと。これ今、スケアミかガゴブレの二択っすよ。いや、怖えな、読みは。読み怖えよな。だロキホーが無双するのはまず今んとこ間違いないから。これ相手ファイアボとか使ってくんのか。うん。ああ、うまいな。ちょっと怖いよ。もうホーグ来たら俺やばい。来た。でもテスラもう一個。よしよしよし。いや、テスラ強い。テスラ強い。オッケーオッケー。で、これちょっとバルキーとか出しちゃった方がいい気がするな。プリン、端前プリン警戒しとけばダメージでも入んなそうだけどな。どうなんだろう。これロケホで、あー、なるほどね。そういう感じね。やるじゃん。ガゴムね。来ねえか。これでも、マジでこれロケホ最強。ウッドザップのレア。いや、うまい。そのホグ。ロケホの竹取ってる。これうまいな、今のホグ。これ見てます？めっちゃいいホグっすね。いや、オッケー。相手のプリンはお年寄り。ああ、いい近畿道だ。しっかり集中すれば絶対でも勝てそうだな。やべ、これやった？集中すればって言った瞬間に俺やった？もしかして。いや、プリン、ナイス。ガグムレ、やだな。マジ、施設でもねえの書いて。ガゴムレいなかったらロケホームそうだな、俺でも。いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。が、端前ホグロケホですね。ウッドがあるから、これウッドザップでやられちゃうんですよね、一旦。アイスピー。で、ロケット押し。いやー、いや、いけるいける、マジで頑張れ。ナイス。これ絶対相性いい。多分、めちゃくちゃ相性いいっす。いや、オッケーオッケー、テスラ、生えてこい。ナイス。よく生えた。オッケー。よし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 。クエイク打っとけない、クエイク打っとけない、クエイク打っとけない。おい、マジで。世界一クエイク打っとけないで負ける男。おい！ナイス。いや、マジででかいね。なんか、絶対相性いい。100-0ぐらいの相性がいいのに、接戦になっちゃう。これ、沼ってる時、マジであるあるな気がする。いい方では、何日に戻れる。マジでね、精神安定剤みたいなもんですよ、トロフィー。だって自分のトロフィーが今最多更新中とかだったら、もうクロロを開くたびにニヤニヤしちゃうし、もう常に楽しい気持ちだけど、500とか沼ってたら、あ、マジかって。へこむ。そんぐらいトロフィーでね、精神保てるか保てないか変わってくるぐらい、トロフィー強いからな。じゃあエスケラだ。レベル2。スパーキーだったらいいな。どっちだろう。うん。ん？マスケメガゴ？テンゴッドジャイとか？あんま見ないジャイっす。やなめ。行こうか。陸しかいないだろう。エリババー！やばいやばい、カンプされる。おい、めっちゃおるやんけ！おい、なんだよ。めちゃくちゃリコールやんけ。ふざけんなよ。スパーキーかな、これもしかして。メガゴ、マスケだったんですね。マスケ型のスパーキーなのかな。いやー、スパーキーがいいって言ったもんな。マジかよ。うわー、あえて勝ち確だと思ってやがる。やり返すぜ！ちょっと本当に。何のハテナだよ。よしよしよし。いや、でもわかんねえな。スケラだったら嫌だな。いや、そういう時大抵スケラっすよね。しかも嫌な目。あ、スパーキー咲いたってことは、でもコストあんまないでしょ、今。よしよしよし。これ、ざっぱりそうだな。おい、ザップ使った。オッケー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 。さあ、ジャイスパイリババー。多いね、ユニットもね、ダックプリもいたしね。クエイクで削ります。これマジ大事。
逃げ切る。でもこれ、ケツすばきます。はい。バレバレだよ。これね、メガグだけだったね、ホグって3発入る化け物なんですよね。もう1発入ります。いや、これマジでやばい。強すぎ。で、ロケはどうせ矢生でやられるから、それなら早めにね、頑張ってくれやって感じで。やば、受けねえ、受けねえ、受けがないときはもう気合で。やばいやばい。オッケーオッケー、ナイステスラ。おう、テスラ、テスラ、起きろ起きろ起きろ、もっと起きろもっと起きろ。いやー、どっち行こうかな。まあ、スパーキーやっぱ片サイドに行ってるとね、抑えられちゃうから両サイドにしっかり振ってあげて。これ、いいよ、いいバルキリ、いいバルキリ。てか、バルキリが強いだけ。僕行っていいのこれ。テスラ残ってるから、後からテスラで回収できそう。いや、いいホグ。いいホグ、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 しかもこれ残ってる。いや、熱いよ。熱いよ。もう相手、おー、ハテナスタンプ、大変なんだよ、これ。お、待って、これ、相手の戦略か？やばい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 。まんまと俺、相手の罠にはまってる。やばい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 。ナイス。いや、ここ、あー、待って、テスラついた、これやばい。いや、俺、回る、回します。もう、ここもね、大事。思いっきり大事だから、もう回す、回す、回す、回す。ウェイ。ほらーエイリアみたいな声出た。いや、マジでよかった。ちょっと本当に沼ってたからね。個人的にこの動画で勝てたっていうのはね、マジででかいですと。というわけで、ちょっとホグクエイクね、もっともっと、なんだろうな、自分に今何が足りないのかっていうのを、ちょっと、もうちょっと把握しないとね、勝てないかもしれないので。ちょっとね、はい、頑張っていきたいと思います。あと、19日で8000と、グロ1目指していきたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。